はい、ということで久しぶりに動画班タワーディフェンスにアップデートが入るので動画を回していきたいかなと思います。サボっていたわけではありません。アップデートを入れるための準備に時間がかかったため、アップデがしばらく入っていなかったという流れになっています。はい、弟くん久しぶりです。弟くん、毛皮どこ行ったの？毛皮、あなたのいつもの可愛い毛皮は？夏仕様は？そうなんだ。はい、夏仕様ということで久しぶりのアップデート入ったんですけれども、今回何を入れたんですか？新しいクレートとチーム対抗イベントと、いうものの2つ、あと課金アイテムだよね。とある課金アイテムを入れていただいたということで、この動画は、チーム対抗イベントについてちょっといろいろ話していければいいのかなと思っています。一応まあクレートも紹介はするんですけど、まあクレートの能力値とかは次の日以降に、上がる動画を確認してください。で、右下ですね、動画班見てください。チームバトルというものが追加されてるんですよ。で、これ大ボリュームで、まあこれ多分初めての試みだよね、あの動画班タワーディフェンスで。これ説明できるの？セレクトイワチーム、落ちもざい顔だな。そうだよね、まあリリチオかニセチオか選んで戦ってもらうという感じです。わかりやすく言うと、はい、プロセカのチアフルカーニバル、誰もわからんわ。プロセカのチアフルカーニバルで理解できた人いる？わかる？なんでお前わかるんよ。お前わからんやろうがこれ。もっと言うとあれじゃないの、スプラトゥーンのチームバトルみたいな感じなんじゃないの？グーかチョキかパーみたいな感じでチームスプラ、知らんわ。いや、とりあえずさ、動画班、リリチオかニセチオかは選んでいったん、選びます。じゃあ選んで、俺リリチオ行くね。はい。で、選んでもらうと、ユアチームってのが出てきて、貢献度みたいなのがあるんですよ。で、中間発表1、2、3と、まあ、日時は多分変更だよね、弟くんね。予定と違うから変更はするんですけれども、要は、あとはこれ、勝利数です。ない。選ぶところがない。あー皆さん、そうなんです。まあまあ、説明します。説明します。右上のアップデートを見てくれということで、まずこれクレートです。まあ、後で紹介します。チームバトル、チーム対抗で勝利数を競うイベント。詳細はクエスチョンマークを押してくれ。ここです、皆さん。チームバトルありました。ルール説明。リリチオ軍とニセチオ軍に分かれて勝負をしてもらいます。結果発表までにチームの累計ポイントが多いチームが勝ちです。勝ったチームは報酬をゲットできます。一度参加したチームからは抜けることができません。ポイントは試合に勝利することで獲得できます。獲得したポイントはチームの累計ポイントに加算され、加算されたポイント分貢献度が上がっていきます。参加、報酬獲得条件、勝利数が10以上、貢献度が10以上。なんで僕の声勝手に使ってるんて。俺の声じゃ。要は勝利数で競ってもらいます。参加して、試合に行って、勝ったら勝利。例えば、3人で行って勝利したら、多分3勝利分入るって感じ。OK？ 1人で行ったら1勝利分入る。それで、最終獲得勝利数。1勝利につき1ポイント入るんで、それで、いろいろな報酬を獲得してくれと。ただ、サブアカ対策として、事前に、勝利数10回いかないと、ポイントが加算されない仕様になってます。要は、中間発表の段階で、こっちのチーム入った方がいいんじゃね？チーム切り替えるか？これ通用しません。はい。途中でチームを切り替える、別赤とかで。ってのができないように勝利数の条件を変えてます。はい。サブ赤対策です。なので、しっかりと自分のアカウントで入ってやってください。中間発表で、もらえる特典ってのもあります。はい。また日付は概要欄とかに記載はしてると思うのですが、はい。中間発表チームに入って勝っていくと、このような形で、はい、勝利数とかがあって、ラストの最終結果で見てください。ミステリアスキャラクターレアチってのが手に入ります。で、2000ジェム手に入ると。今回の動画ではこのミステリアスレアチっていうのを紹介していければいいのかなと思っています。そう、レアチです。実はですね、また後で話すんですけど、詳しくは、レアちゃん以外のキャラクターは出てるんですよ。落書き以外で。落書き系のやつで全キャラ出したんですけど、それ以外のキャラ、シラスですらシラスナイパーで出てんの。クロちゃんとかカサくんも DJ なんちゃらとかで出てるじゃん、クレートキャラで。レアちゃんはクレートにも通常一般にも出てなかったの。ってのがあるの、嫌われてる？忘れ去られてたんだと思う、ただ単に。だけど今回初めてレアちゃんがミステリアスキャラとして出ます。だからめちゃめちゃレアリティ高いっすよ。イベントで勝った人にしかもらえないわけだからね。だから皆さん、とりあえずはいっぱい入りましょう。とりあえずどこかのチームに所属すれば、いろいろね変わっていくかもしれませんね。はい。
で、皆さん、これ言い忘れてました。貢献度、要はチーム入って終わりは手に入りません。チームに入った後普通に試合をして貢献度がないとあなたはキャラがもらえません。いいですか？チームに入ってもらおうなんて考えは甘いですよ。チームに入って働いてください、あなた方。いいですね。っていうちゃんとサブアカ対策とか、対策しているので皆さん安心してイベントやっていただきたいということですね。はい、ということなんで今回は、そんな、めちゃめちゃ大変なイベントで手に入る、レア地の、キャラクターの紹介をしていきたいからと思いますんで、チャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。はい、やっていきましょう。はい、ちょっと話し合いました。さらにルール追加でございます。中間発表だね。チームに入るのはボタンを押して入るだけなんで、この中間発表1の期限まで、まだ日時は変わります。中間発表1が過ぎた段階で、チームに参加できないようにします。はい、考えたんだよね、ラドンね。サブアカ対策どうするかみたいな。そうすれば、多分、新しく作ったアカウントとかで、多分、貢献度10プラス、勝利数10取るのって多分無理なんで、中間発表の途中で。だから皆さんは一つのアカウントで入って極めてくれよっていうことですね。はい、ということなんで、じゃあ皆さん、早速ね、レア値、使っていきたいかなと思いますので、キャラ装備していくね。とりあえず、最初の初動キャラとか、すいません、キャラ何も持ってないです。俺が、あげる。うん、そうだね。私もハゲしかいない。誰がハゲや、お前、こら。お前言うようになったな、最近な。よし、いいよ。タルちゃん、その調子。ね。どんどん暴言吐いていけ。お前は口悪くした方がいい。可愛いこぶんな、絶対。可愛いこぶったら、ガチ恋が湧いて、気持ち悪い男に絡まれるから、お前は、そんな感じで、どんどんレアチとか猫チキみたいに暴言吐いていけ。いいな。そのキャラでいけ。いや、お前は自覚しろ、と。お前は最年長、22歳の女の子。な。動画班の中じゃ、お前はおばさんや。いいな。お前はおばさん。自分で暗示しろ。シャルロットはおばさんなんだって。な。他の動画班全員高校生。お前はおばさんやぞ。お前まだまだ若い女の子って思うな。20過ぎたらおばさんやぞ。動画班の中じゃ。な。シャルバー。そうやぞ。お前自覚持て。ガキが。そうやぞ。それでいきましょう。オッケーオッケー。それでいい。それでいい。水原さんが19歳だからギリギリだからね。鈴鹿ステラちゃんありがとう。オッケー。じゃあ行きましょう。はい。ということでやっていきたいと思います。テストプレイを兼ねての、実況なので、もしかしたらレア値がバグってるかもしれないんですけど、一旦やっていきますね。はい。視聴者さん、今回は大変だったんです。弟くんがかなり苦戦しておりました。はい。なかなかできんと。なかなか。それこそさっき言ったサブアカ対策とかさ、フェアな戦いができるように考えるので、かなり苦戦していたみたいなのでね。皆さん、いろいろごちゃごちゃ言わないようにね、コメント欄でいつもね、あなた方クレームしか言わない。僕、天才そう、下国待ってたよね。人間ってね、批判するのが好きなんすよ。うん、悪口言うのが好きなんすよ。ね。みんな友達とかとご飯行くときさ、人を褒めることよりもさ、他人の陰口言ってるっしょ？みんな。そう、あとはそういうなんか暴露話とかさ、みんな好きっしょ、そういうの。誰かの不祥事とか、それ見るの好きっしょ、情報仕入れるの。それと一緒で、悪いところしか見ようとしないんすよ。うん、だから、弟くんがなんかやらかすとかバグがあった時にごちゃ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 めちゃくちゃ文句しか言わないのね。ということなので皆さんよかったらね、バグがあったらね、正規のところから報告して、しっかりと弟くんをねぎらってあげてくださいね。一応頑張ってるんでね。って言っても入れるんですよね。本当に。皆さんどんどん入れてってください。1000円になったらレア値が、置けます。弟くんの肌感的にレア値はどうですか？強そうですか？ミステリアスレア値ということで、やっぱ強く設定してくれてみたいですね。ヒョワンセくんやめようね。うん、ヒョワンセくん出したら誰？ダメだよ。これできんだから、ヒョワンセは。撮影中の。ね。ゲコくん、毎回ヒョワンセ置くよね。強いんだよね、多分ね。ヒョワンセしか持ってきてません。じゃあ、後ろに置こう。イマジナリー彼女の前とかに置こう。邪魔にならんとこに置こう。じゃあ、なんでそれしか持ってきとらんねん。どうですか、水原さんとか。動画ハンターワディフェを裏で、シャルロットちゃんとかと遊んでるんだよね。楽しんでますか？あ、やっぱ楽しいと。なんか推しキャラとかいますか？推しキャラ。公開サバで遊んでてこのキャラいいなってのいる？猫チキちゃん。水原、猫チキに言うね。調子に乗るからすぐ。猫チキちゃんね、可愛いって言うと調子に乗るからね。女ばっか！もう削除する？女の子のキャラ削除しない？全員、弟くん。もうみんな女の子ばっかだ。弱いのに。ね、すぐそういうこと言うね、ラドンくんね。持ってる中で一番強い。それあれ、水原さん。チキルちゃん？チキルちゃんは強いね、確かに。チキルちゃんは、多分比較的当たりやすいかつ強いから、使用率は高めかもしれないね。
結局何のキャラが一番使われてるんだろうね、動画版タワーディフェンスね。まあ最近アップデが入ってなかったからさ、やってなかった人はもちろんいるとは思うんだけどさ、どんな感じなんだろうね。そこら辺ちょっと気になるところではあるのですが、まあそこはね、弟くんに頑張ってもらいつつ、じゃあ出すよみんな、レアチ。え？何今の技？え？ダメージ1000、クールダウン3秒。やばくねこれ、範囲攻撃？範囲攻撃だ。これ、AOE じゃない？弟くんこれ、レアチ。スプラッシュらしい、ごめんなさい。スプラッシュと、スプラッシュなんでダメージいっぱい与えてくれます。2000円で次のレベルですね。いきますね。最大強化で変わる。あら、はい、レベル2。ダメージ1500、クールダウン2。やっぱね、視聴者弟くんは考えてくれてるんすよ。久しぶりのアップデート動画ハンターバディフェね。2週間近く音沙汰がなかったんですよ。ね、毎週アップデ入れる弟くんがね、絶対に毎週アップデは入れたいって言った弟くんが、苦渋の選択でその週アップデ入れずに、イベントのね、開発をしていたんですよね、弟くん。さすが弟さんって。頑張った甲斐がありますね、これは。素晴らしいんじゃないですか？ただこれ、イベントで勝った人しかもらえないですからね。はい、皆さん、そこはご了承をということなんですが、さあ、レアチ置いてってください、どんどん。今のところお金的にはね、まだちょっとあれだね、ゲコくんとか、作業員ゲコとかでちょっとお金をね、貯めつつ、はい。あとは待っとけばいいかな。ニセチオチームで勝ちに行く。どうなんだろうね、リリチオとニセチオ。どっち、うまく均等に分かれてくれればいいけどね。これでなんかみんなでニセチオとかに入ってて、リリチオ人が少ねえとかだったら困るね。まあそうなったら、動画班を加勢させます。まあ少ない方のチームに動画班ぶち込もうかな。それでうまく均等を取るようにしようかな、じゃあ。ハゲ VS ハゲ。まあそうだけどね。まあそれは間違ったことは言ってないんだけどさ。うん。いいですね。ラドンくんのアイデアでね、いろいろ変わっていくと思うんで、ラドンくんいろいろイベントやっていく中でいろいろアイデアあれば言ってくださいね。まあ弟くんもね、なかなかね、その一人で全部考えるの難しいんでね。ブレインが必要ですよ、ラドンさんみたいな。この時どうなるんだ、みたいな。ズルすることは得意。そう。今回の俺と弟くんの最重要ポイントは、ズルされないように作る。これを非常に心がけてました。これならどうかとか、サブアカ対策はどうかとか、不正はどうなのかみたいなのすごく考えてたんで、ラドくんどんどん不正思いついたら言ってくださいね。はい。さあ、レアチレベル3。強いねー。レベル3でも十分強い。次5000円。スプラッシュの範囲も広くなるのか。なるよね、弟くん。そりゃ、レベルが上がったら、スプラッシュの範囲も。次、やばいからね、だって。なるほど。最大強化で変わるらしいです。見ていきますね。あと、弟くん、あれなんだよね。とある課金アイテムが追加されるんだよね。キャラじゃね、課金キャラじゃありません。あーって、念願のやつ。もう、心待ちにしてたやつを今回、追加してくれるみたいで。まあ、何なんですか？多分、もう動画に映ってる。なんだと思う？自分の財布が踊ってる。あー、いっぱい課金しようってことね。はいはい、そうです皆さん、レアチの最大強化の前にですね、バックパック、ロビーでね、バックパックにキャラクターを入れるわけじゃないですか。あれの最大って100なんすよ。で、アップデもたくさん入って、合計のキャラの数も多分70、80ぐらいいんの今。ってなってくるとさ、全キャラを揃えるだけでバックパックが圧迫されちゃうってことが起きちゃうんすよ。なので、今回、バックパックの拡張の課金を入れたいかなと思います。はい。めんどくせえじゃん、一回一回キャラ売ったりすんの。俺、クソめんどくさかったのね。だから、それを、ロバックスで買える、かつ、ジェムを集めることによって増やせるようにしない？どうする？課金にする？まあまあ、一旦課金だけにしとく。一旦課金にしときますね。それがめちゃめちゃ好評。買ってる人が好評だったら、例えば、ジェム？たくさんジェムを試合で集めてもらって、ちょびちょび、解放できるようにする。パズドラスタイル。パズドラってさ、確か魔法石かなんか1個につき、スロット増やせるみたいなやつあるよね。あ、みたいな、スタイルで行くのはありなのかなって気はしてる。あるよね。課金で、めっちゃドーンって増やすか、ジェムでちょびちょび増やすかみたいな感じで分けて、やれば面白いんじゃないのかな気がするんで、一旦課金のやつを追加しますね。はい、なので、バックパックで、どんどん課金で増やして、キャラを引きまくってくれということで、いきます。レアチ最大強化。はい。レベル4、あら。レアチが服を脱ぎました。はい。レアチが裸です。はい、完全にで。何これ？何が行われてんのこれ。上で花火が上がってんだけど、これ。ほら。ダメージ3000、クールダウン2、レンジ35。あ、ちょっとミスってる。これ音が鳴るってことね、本来は。上からナイフが落ちてない？ほら。ほら、上からなんか赤いさ、レアチのナイフが落ちてる。かっこいい！これ見えるかな、視聴者。
血のナイフ、まさにレア血でございます。これはいいですね。もうバチバチしてるね。これ大丈夫なの弟くん？これバチバチ増え続けてるけど大丈夫？赤のバチバチがさ、ナイフが振れば振るだけ増えてんだよね。あ、ここはミスってんだね。ここは本来なくなるみたいです。まあまあ、この動画上がってる時はまだベータ版なんでね、修正入れますね。タワーディフェの中ではこんな能力はあまりない。あ、上からナイフが降ってくるみたいなのはないってこと？惜しい。じゃあ皆さんイベントに参加しましょう。早めにイベントにね、あのチームに入ってください。とりあえずはね、チームに入って貢献するということです。はい、セチオチーム活動って、あのゲコくんは多分公開サバで遊んでるんで、あの遭遇したら一緒にね、あの貢献していってください。はい、お願いします。これ何体でも置けるんでしょ？多分ね、なんと、そうだね、キャラ上限の制限は多分ないから、ほら無限に置くことは可能なんで、多分イベントに勝つだけでもらえるんだったらいいよね。で、初心者だから貢献度がもらえないってわけじゃないので、初心者でもしっかりと勝ってね、あのイージーモード、ノーマルモードしっかり勝って貢献してもらえれば手に入るわけですから、初心者でも参加は可能ですよ。あの最低限遊ばんていくわけでね、勝利数10にね。ちょっと皆さんロビー戻りましょうか。ちょっとね、頑張ろうって。そうだね、始めたばっかといても強くなれる、すごくいいアップデートなんじゃないんでしょうか。ちょっとロビー戻ります。さらにまだあるよね弟くん。まだ俺と弟と3号のオンって、皆さんサイン付きって知っていますか？まあ、覚えていますかという方が表現は正しいんでしょうか。今までサイン付きリリチオとか、あのサイン付きのキャラクターを生配信で配布していたんですよ、遊んでくれた人にね。今回それをイベント期間中にやります。どういう感じでやるのかっていうと、今回サイン付きの何作ったんだっけ弟くん？サイン付きのルーちゃんらしい。動画班ではなく、まさかの猫のルーちゃんなんですけど、非常に可愛いキャラクターがいるんですよ。で、そのキャラクターを配ります。合計3回配ります。どういうことかっていうと、まず1回目、リリチオが生配信で配ります。2回目、弟くんがイベント期間中の指定された日に、公開サバをうろつき回るので、そこで配ります、出会った視聴者と。3回目、3号パイセンが、そこら辺のなんか、あの動画ハンターまで見る公開サバを時間内うろつくので、出会った人がキャラがもらえるということになります。はい、合計3回配るので、よかったら皆さんそちらもね、入手してみてはいかがでしょうかということですね。はい、だからそのうち期間内は遊んどいてください。公開サバうろうろしとけば、三国と弟くんがうろちょろしてると思いますね。30秒しかうろつかない。だから俺が多分2体ぐらいから渡すので、三号弟が多分1体か2体ぐらいだから、今回合計5、6体ぐらいかなの配布になっておりまするので、よろしくお願いいたします。次回の動画で、サイバークレートですね。あとはなんか、あのチートとかそういうのはやめましょうねという話で、まあぶっちゃけチーターとかってチートをやめたりしないし、グリッチ使うなって言ってもグリッチ使う人はいると思うのですが、そのキャラをですね、あの受け取らないようにね、皆さんよろしくお願いいたします。いくら悪意がなかったにしても、まあ明らかに不正にね、キャラを入手する行為っていうのも一応、まあどのゲームでも一応それは禁止されてると、はい、いうことになっておりまするので、そういった人もね、今どんどんバンバンされてると。かわいそうじゃん、遊んでてバンされるのすごいかわいそうで、あの見てられないので、皆さん、あのそういったね、明らかにこれ怪しいだろっていうような、トレードは受け取らないようにと、よろしくお願いいたします。まあ、あまりにも理不尽だって人は、あの指定のフォームから、コメント欄じゃなくて指定のフォームから、あの言ったら弟くんとか他の動画班が確認して対応する可能性はありますので、よろしくお願いします。はい、ということで次回は、サイバークレート3号パイセンが作ってくれたんで、どういうキャラになってるのか気になった人は、チャンネル登録と高評価して次回の動画をお待ちください。ということで終わります。お疲れ。